皆さん、こんにちは。本日は左利きの圧倒的不利な部分とは、左利きの絵描きの悪戦苦闘の顛末というテーマでお話をさせていただきたいと思っております。えっ、ー、と、私はですね、えー、左利きというかあ、両手利きということでやっ きております正確に言うとクロスドミナントというらしいですねえ絵を描くこととか文字を書くこと食事をとることなどの手先系の作業は大概は両手でできます右でも左でも使うことができるということですね、えー、スポーツとか掃除とかね体全体を使って動く作業というものは主に左利きという感じになりますあとは例えば 缶切りとかパソコンのマウスとかね、えー、そしてギターとか、そういう機械とか操作類は右利きということになっております。右を使っていますね。えー、しかしなぜかね、カッターとかハサミとかは左だけで使っているという感じになります。まあもともとは基本的には左利きだったんですけど、まあ、高校生ぐらいの頃からあ右手練習して、右も使えるようになってきたという感じになっております。 今回は、ちょっといつもと違う感じでですね、えー、と自分の描いた絵がございまして、作品がですね、ありまして、右手で描いたもの、左手で描いたものという感じでですね、これまでストックでいろいろとありまして、まあ、それぞれですね、数点ずつ、まあ、7点ぐらいずつね、ピックアップして、それを画面でお見せしてね、まあ、対比というか、まあ、それで進めていきたいと思っております。 あと、これを、今回の文章っていうか、あの今回の内容はですね、えー、もう一つ私は別のチャンネルを、動画チャンネルをやっておりまして、米ネア漫画というものなんですけど、これにもですね、えー、結構近い類似の内容のものがあって、若干バージョンが違うというような感じなんですけど、もしよかったらですね、えー、そちらも記事がアップされておりますので、そちらをご覧くださいということです。でですね、えっ、ー、と、 まず、もともとは左利きであって、高校生ぐらいから右手でも使えるようになったという感じなんですけど、今はですね、じゃあどうかと言いますと、両方の手で書けるんですけど、ちょっとね、雰囲気が違うという感じになっております。もちろん、書体とかね、筆跡も違う部分もあるんですけど、どっちかというと、右手で書いた方がね、やっぱりこう、 ちゃんとした本式の手流、アリウーでいうと、やっぱり文字における右利きというのが本流だと思いますので、右手で書いて文字の方がですきれいで読みやすいということになります。 書きやすすくもありますね書き順とかそういうものからを考えても書きやすいというところがありますしかしですねやはりねこう丁寧にちゃんとこう集中して書かないとすぐにぐちゃぐちゃになってしまうと大きいね、えー、例えばひらがなとかねそういうものは問題ないんですけど何て言うか例えばあのひらがなの「の」という字だったらね本当にぐるりとこう丸めれば書けるけど 高橋の箸とかね高橋さんの「橋」という字なんていうのはごちゃごちゃっとしてて中にねこう口という文字が入っていたりしますけどそこら辺がこう潰れてみたりとかねそこら辺がなんかこう変なちっちゃくなっちゃって読みにくくなっちゃったりとかっていうような感じでですね、えー、ぐっちゃぐちゃになってこう読みにくくなってしまいがちと要するに気を抜くと読みにくい文字にすぐなってしまうのが右手の書いた文字ということになりますね。 左手で書いた文字はやっぱりそれと比べると癖があってね個性的なんですけどやっぱり元来の手ということでね操作性が高いためまあ癖はあるけど割合とやっぱ読みやすいという部分があると思いますね筆運びとかも流暢で筆圧も強いという感じでやっぱりカチッとこうしている部分はあるというところですねしかしやっぱりね文字を書くという行為そのものはやっぱり右京にできているんでなんかやっぱり疲れやすいですねえあとと文字が崩れやすいとかね、えー 行があのだんだんこう、でこぼこになってきちゃったりとかあ、そういうところがあるんで、やっぱりね、文字は全然あの右利きの方が圧倒的に有利だなというふうに思うことは、まあ、間違いないという感じですね。あと、まあ、このことはですね、えー、意外とですねあの、両方の手で文字を書くという人は割合と少ないと思うんですよね。えー、いろんな手先の器用さっていうのもあるけど、やっぱり文字を書くというのが一番ですね、えー その難しい精密な作業でえ難しい作業だと思うんですけど、細かさという意味ではですね、えー、それで、えー、右、左、両方とも同じレベルで描ける一つていのはあの、意外に少ないんじゃないかなとか思いまして、両方とも、ね、実用的に使うことができているというレベルだと、少ないかなと思いまして。 そうするとね、そういう形になって初めて右利きの良さ、左利きの良さということを比較、対象できるというふうに思うんですね。やっぱり多くののの左利きの人というのはあの やっぱり不便不便と言いながらも、ですねやっぱりずっと左,利きを左を使っていて、結局は右あんまり使わないと、ですねじゃあ右手の良さ、左手の良さとか、その比較ができないというところがあって、ですね不便とはいいえども、右利きで書,いた右で書いた経験がないんで、どれだけじゃあ不便かということが、意外とこう実感できにくいんじゃないかなというふうに思うわけですね。 で自分の経験でして、やはりね、本当にかなり不便ですねということがね、自分、両利きになって初めてわかるところがあったということですね。でまあ、全体的に、ですね本当に文字は特にそうだと思うんですけど、やはり社会生活においては本当に生活しにくいというところが、左利きの場合、たくさんあると思いますね。まあ、それが一番やっぱり顕著なのが、今って文字という形になりまして。 あとはね、えー、書いてる姿勢も、ねえー、崩れやすいですね、えー、手が直接パンと描けるというのではなくね、一回りしてから書くというようなところがあるんで、やっぱり猫背になったりとかね、筋、えー、が伸びないというような感じになりますし、やっぱりこう疲れやすいというところがあってです、ね、本当に文字においてはいいところが一つもないなというふうなものを強く実感するということになりますね。 そして私の、ね、本業であるところの絵を描くという点についてはどうだろうというような考えなんですけど、絵の場合はですね右手、左手ということで言いますと、文字の場合ほどですね左利きはまあ不利じゃないんじゃないかなというふうに思います、文字と比べれば絵の方がまだね左利きのなんていうかなディサアドバンテージというか、不利な部分は少ないんじゃないかなというふうに思いますね。 えまあそれでも、ですねやはりそのイラストレーターとかあーそういうプロでねお仕事をするという部分で私もずいぶん悩んだ時期がございましてですね、えー、絵を描く場合ですねタッチによって描きやすい絵とそうでもない絵というものが厳然としてあると思うんですね。 それでやっぱりね自分のタッチとかスタイルを固定してここを進めようという場合ですねじゃあどういう絵を描けばいいのかというようなことをよく多くの、ね、絵描きさんとか考えたりすると思うんですけどその時にね右手でうまく簡単にできることが左手を使うとできないというような画風も実はあったりするということなんですねどういう絵かと言いますとですね例えばあの 一筆書きみたいな絵とかね、あとはスケッチみたいな絵とか、あとはその筆文字でですねさらりと描くとか一、一筆書き的にねさらりと描くような絵がありますけど、ああいう絵はやはりね、文字に近いという性質がある分だけですね、左利きはかなり不利じゃないかなというふうに思いますね。筆で文字を書くということそのものがですね、基本的には左利きには向いていないというところがありますね。まあ毛先がですね逆 逆でこうずっと押して書くというような感じになりますので、えー、どうしてもね、毛先が引っかかってしまって、えー、文字がね、スムースにこう紙に載らないという感じになりますね。えーそれはあの 昔のね漫画家さんが使ってたようなあの G ペンっていうねあのペンもそうですね、ああいうペンもぐっと先に押すと引っかかってしまって書きにくいというところがあるという部分で,ですねこの辺のツールを使う分には左利きはかなり不利ということがあると思います。あとはですね、まあ、絵を描くという作業というのは基本的にですね、まあ なんていうのかなあの右手を使って時計を回りにくるくる回転させながら、まあ、要するにひらがののの字みたいな感じで、ですね、くる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 書くとうまくことを書けるというような仕組みになっていると思うんですね。それは、まあ、ツールというか、マテリアルというか、画材は何でも別としても、ですね、鉛筆にしても筆にしてもそうなんですけど。 えー、何の世界でもですねやはりね人間の体は右手を使って時計回りでくるくる,くるくる回して壁を塗ったりとか掃除をしたりとかあ窓を、ねえー、拭いたりとかあそういうことはですねやることがやっぱりこう適しているというそういうふうにできているものだと思うんですね。左でつっを 左手を使ううううとととといいことはここはのですすねね原原理原則にに逆らうということになります、ね、左手を使って反時計回りでぐるぐる回すということももちろんできるし、文字の場合はね左手を使って時計回りにぐるぐる回すという感じだから、あやっぱりね、いずれにしても不便になると、姿勢も悪くなるし、不格好になるし、あとは集団で作業しているときには、隣の人とね、ぶつかってしまったりとか、あそういうようなね、えー、欠点が出てきてしまうということ 本当にね、やはりね、やりにくいなというところはあると思います。これはもう人間のね、人体の動きからしてもそうだと思いますし、人間の脳とかね、そういうものからもそういうところが言えるんじゃないかなというふうに思ってますね。 しかしですね、ここら辺のことはですね、すべての左の利きの人がそうかというと、そうでもないかなというふうに思いますね。やはりこの自分の気質とかこだわりの問題もあるかなというふうに思います。自分はやはりね、こういうグラフィカルな仕事をしているということで、グラフィックな、あそういう平面のね、美しさとか、配置とか、整列にということに関してですね、まあ、非常にこう、几帳面というか、潔癖さというかね、こだわりがあったと。 ですからノートに、ね、書いているときにも、本当に、ね、字が汚いのが嫌で、ですね、えー、なんかこう丁寧に丁寧に書いていて、授業そっち抜けで,ですね文字をきれいに書くことに夢中になるんですけど、そのうちいい加減、ね、疲れてきて飽きてしまってやめて、今度急に雑になったりね、ね、えー、そもそもノートを書くこと自体をやめてしまうとかね、ねそんなようなことを繰り返して、ですね非常にこうムラのある生活というか、ノートを、ね、取っていたという感じになりますね。 これがですねもし私がまあ右利きだったらねこういうことはないと思うんですね、やっぱり機能的に右利きは書きやすいんで、きっちりね書いて、多少グラフィカルなことにこだわりがあって、几帳面でもね、それがむしろ、なんというか、いい方向に出て、ですね右手できるような文字で、コツコツそれなりに書き続けることはできたんじゃないかなというふうに言い訳がましくね思ったりしているところがあります。 あとはまあ同じようなことはですね、えー、まあこういう職業で絵とかを、ね、描くようになってからも、このような必要以上のグラフィカルなものにですね、えー、こだわる気持ちが続きまして、とにかく、ね、タッチが固定しなかったと、基本的にはリアルなタッチでいろいろと書いていたんですけど、 まあ洋風になったり和風になったりねいろんなツールを使って書いていたけどあタッチがなかなか決まらずにですねいろんなタッチをコロ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 変えていたという感じになっておりました、えー、まあ右手で書いたり左手で書いたりしてどっちかつかずになってねまとまりがつかなくなってしまったという感じでまあ自分の 画風の確率が遅れたというのも、やはりね、今ちょっと左利きのせいにするのも何かなというところはあるけど、やっぱりこの不安定さ、優雅な部分なんじゃないかなというふうに思うというふうに思っております。 右手で、ね、絵を描くというふうな感じになるとタッチがコロコロ変わったりとかですね形がなんとなくこう崩れた感じというものはなくてです一、ね、時期はずっと本当にこうプロになってからも右手でずっと描くということもね続けていたんですけどまた左手で描くようになったりとかということを今でもね繰り返しているという感じになります。 あとはね、えー、バンド、ロックバンド、音楽が好きでね、ロックバンドをずっとやっておりまして、えーまあ、ボーカリストだったんですけど、うん、まあ、楽器は必要ないでね、歌だけ歌ってればいいっていう感じだったんですけど、まあ、それも何かなということで、ギターを始めてですね、えー、ギターを使って、えー、いたんですけど、もうその時にね、いろんな人からね、左利きなんだったら、左利きで弾くうがいいかもしれないねとかね、えー、逆に右利きでやった方がいいよとか、いろんなこと言われたりとかしたんですけど、もうね、えー にもう右利きの普通のギターを使ったということですねギターの左利き用のギターはねちょっと高いとか種類が少ないというものが部分もあるけどもそれ以前にね左,左利きのものを何かまた使ってしまって、えー、悩んだりね苦しんだりするのは、まあ、これ以上はごめんということでですね、まあ、非常になんていうのかなもう迷うことなくねやっぱり右利きの方が全然いいわということでですねギターはもう すぐね、えー、右用のものをずっとこう使っていて今でも全くね迷いうなく後悔もないと、まあ、いうようなね、えー、感じで、えー、やっていると。基本的にはですね、えー、左利きで良かったなと思うことはあまり ないといいとととうころがあると思いますねあ右利きだったらもっともしかしてね勉強ももうちょっとできてたかもしれないし、うん、絵の方もね、えー、もうちょっと違っ,った進展で、えー、スムースなー進め方をしてたところもかなりねあったんじゃないかなというふうに思いますんでね。 うーんっていうようなあ部分が本音のところということになります。よくね、えー、左利きの人はね天才が多いとか、左利きにはセンスがある人が多いとか、才能がある人が多いなというようなね言い方がうんされたりとかしてますけど、まあ私はこれはね、えー、一種のなんかこと自然説なものとか、ある意味のラベリング、レッドリングだったりとかね、えーまあ、ある種の迷信といった要素も結構 強いいいいんじゃないかなかとううふうに思いますね、まあ、実際、いろんな統計的なデータによると、ね、例えばアメリカの大統領だとか、メンサの会員とかが優位、ね、に左利きのパーセンテージが高いかなというところがまあ,、ね、あったりとかということは言われておりますけど、まあ、それは、ですね、えー、才能があるから左利きだから才能があったというより,よりは、才能が。 あ人に左利きが多そうだみたいなねえ部分があってうんまあでもねそんなことを考えてる人はあるんだったらまあ自分のね好きなこと得意なこととかねえそういうことに没頭する時間を増やした方がいいのかなと結局はあね左利きでも才能はない人だってごまんといるわけですしうーん。 まあ血液型が B だから A だからとかって言ってね、えー、じゃあこれをしようというよりは、結局こういう人が B だったとか A だったというような感じで、ですね、えー、まあ、起点と終着点が逆というか、まあ、そういうところがあると思いますんでね、やっぱり、えー、私のこれまでの生き,た,きた経験上ですね、まあ、左利きが非常に不便であるというところが大きいと。 こういうものを結論としてですね、えー、お話をさせていただきたいなと思ったという感じです。まあ、というような感じでですね、えー、今回はですね、えーと、左利きの圧倒的な不妙な部分とは、左利きの絵描きの悪戦苦闘の点末ということでお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。では、失礼します。